い、おはようございます。佐々木克也です。今回のフィッシングジャーニー、舞台は高山ダムですね。で、僕も以前から来たいフィールドで、特にバックウォーターで夏場に絶対一度訪れてみたいなと思ってたフィールドなんですけど、まあ、今なんでこの朝一の時点で本校の方にいるかというとですね、あの通行止めになってまして、土砂崩れで、あのやっぱ台風の影響で大きな災害があったようで、でそれもあってちょっとバックウォーターの方はできる場所がごく一部しかないんで、まあ、ちょっとごく一部の場所に最初行くよりも本校とかでやった方がいいかなということで、まあ、こういうワンドが連なっててっていう感じの場所のとこからスタートしています。で、高山ダムはね、完全に初めてで下見もさせていただいたんですけど、そのバックウォーターありきで僕も考えてたんですけど、まあそこを抜きにすると結構難しそうだなっていう印象で、まあちょっとそんな中でもね、いい魚を釣っていきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧になってみてください。惜しかった。フィッシングジャーニーにあるまじき幸先スタートでした。送って、岩の間にシュリンピード流した一発でした。送ってきた。よし、でかい。シュリンピードスカッパの威力やばいですね、ここで。おー、くしくた。寝ててくれました。ガストレードもいきなり食いましたね。惜しくた。けでっかい。うぅ、でかいわ、これは。最高。ネコスト二連結の、ね、最近マイブームの釣りですけど、ロングワームでいきましょうか。これでいきます。これあんまり近くから打ちすぎると、ここなんかいい感じにこう青野郎の影になってるからいいですけど、これこっち側から打ってるとまだいいですけどね、あっち側から打ったら青野郎の影からバス絶対覗いてると思うんで。振ってるか。惜しかった。でかいんじゃない、いきなりでかいか。惜しい。惜しい。バーマーサイズか。よっしゃ、よっしゃ、いい40アップでスタート。オッケー。 いきなり40アップきましたね。45ぐらいはありそうな、いい魚ですね。ネコストロングほんと釣れるんですよ。いや、スタートからいい魚出てくれました。よし。いや、出てくれましたね。なんか最近のあの僕のフィッシングジャーニーにあるまじき幸先スタートでした。やっぱり、ね、朝一とか夕方とかやっぱこういう背のところには魚刺すと思いますけど、ただ言うてこの範囲の小場所なんで、まあ今運よく誰もアングラの方いらっしゃいますけど、昨日とかもね、見てたら結構な人も入ってたりしたんで、まあ、極力その自分が打ちたいゾーンなんかは休ませながらちょっと離れたりしてキャストしない時間作ってやってった方がいいですね。うわー、来てたな今。すっぽ抜け、ちょっと早かったかな、合わせるの。ちょっとルアーをね、 TD ハイパークランクに変えました。なんかもうフィッシングジャーニーが毎回ハイパークランク頼みみたいな感じになってきてる気がするんだよな。うわー、今食ったな。でかそう。めっちゃボトムで食いましたよ。ボトムなんだな。って入るんで、ボトムをゆっくりたまに感じながら、すごいゆっくり引いてくる感じで、今いい食い方だったな。ほいってわけで移動してきました。で、これね、バックウォーターなんですけど、まあ、対岸がね、今通行止めになってるんで釣りはしないようにしましょうということで、やるのはこっち岸の多分途中までしか行けないので、まあ、ちょっとせっかく高山ダムに来たので、バックウォーターらしいところもやりたいなということでやってきました。ちょっとね、でもただ今カワウがものすごいついた瞬間に何十羽といて、まあでもそれ言い方変えるんだったら、それだけベイトがいるってことだと思うんで、ちょっとプラスに捉えて、ガストネード100です。で、僕の大好きなルアーですけど、ちょっと効くか効かないかは分かんないんですけど、まずこれで攻めていきたいと思います。ガストネードはもう普段通り投げて巻くだけです。ちょっとペラの回転がね、鈍るような流れのとこではシェイク巻き入れたりもしますけど。送った。よし、いいサイズ。よし、あ、抜けた。うわー、いい、でかかったよ。ちくしょう、釣り方合ってんなこれ多分。さ
イズは群れだな。シュリンピードスモークからスカッパのに変えてみよう。僕からもバスが食ったのが見やすいのとルアーの位置が見やすいんでスカッパのにしましょう。だいぶ強い色ですよね、こういうフィールド、こういう水の色の中では。送って知ってこい、知ってこい、よいしょ、おいておいて、オッケー。岩の間にシュリンピード流したら一発でしたね。シリーダー太くしててよかった、ね、綺麗な40アップだね。40ジャストぐらいですけど2本目ようやく釣れましたね。この釣り方ハマってるかもしれないですね。奥つけた、よし、でかい、めちゃめちゃ引く、ここの魚やば。行ってくれよ。オッケー、やったぜ、いい4号アップだ。シュリンピードスカッパの威力やばいっすね。ここでなんかいい感じに見せてたらほとんど食う。いやー、いい4号アップだ。しゃスカッパのに変えた途端これですからね。もう普通に考えて水の色的にはもうスモークかなとかマジックシュリンプかなって感じなんですけど、全然そうじゃないですね。おお、来た、ちっちゃい、ちっちゃいけど釣れた。ほい、ね、ガストネード110です。ちょっとこれ針危ないんでこのままでいきますね。一瞬で食いましたね。オッケー、やったぜ。あ、見ちゃった、危ない。おお、いった、ね、出てくれました。ガストネードもいきなり食いました ね。今回その通行止めの関係でね、ほとんどやれる場所ないんですけど、その一部やっただけでもこのポテンシャルはすごいですね。今もこうちょうどこの辺から反転流のあたりになりて、最後ネットランディング必要なかったですけど、ちょっとガストネードでさっきバラしてたんで慎重に行きました。やっぱりヨレについてる魚ともう明確に食うスポットじゃないと食わないっていう感じなんで、そういうフィーリング系の場所はやっぱりガストネードが強いなと思いますし、あとはこういう浅いところにいるやつはシュリンピードでカバーすればかなり釣れそうですね。まだちょっと本湖も気になるんで、もうちょっとこのストレッチやったら本湖の方に戻りたいと思います。今全くシェードがないんで、もうあそこの下どうだろうな、なんかね、逆にあそこの下良さそうな気もするけど。あ、でも全然見える魚いないな。朝も大していなかったけど、昨日なんか昼ぐらいに僕下見この辺来てたんですけど、めっちゃバス行ってたのよ。昨日と今日はちょっと違うってこと。でかい、よし、あ、でかくないか、でかく見えた。あ、でもちっちゃくないな。あ、40ぐらいありそう。40は言い過ぎか、38センチぐらいあるかもしれない。びっくりした、でっかく見えました、食った瞬間ね。いやー、なんか変わった形のバスクですね。今のはただの中層引きでも結構見えるレンジを竿を煽るぐらいのスピードで、今巻いてないですよね。これぐらいのすんごいゆっくりしたスピードでやったら食い合えてきた感じです。惜しかった、よし、いさいさ、よし、お、でかいでかい、オッケー、でっかい、おー、ハイパークランクすごい、
これ50アップいっちゃったんじゃないの。ハイパークランクやばいっすね。いや深いとこから来た。うわでっか、やばいね。超しびれた。めちゃめちゃ効きますねやっぱり。おでかっ。52.5センチ。うわでっか、でかいわこれは。最高。いや素晴らしいっすね。50アップ来ちゃいましたね。なんか朝とかも適当に起き合っててハイパー当たったりしてたんで、ひょっとしたらと思ってね、インレット打ち直そうと思ってしばらく休めてたんですけど、まあ、まさかの50アップが。いや最高。はい、というわけで高山ダム長考終了しました。ね、なんか最初難しいかなと思ってたんですけど、なんとかね50アップも連れてくれてものすごく楽しい長考になりました。で数もねサイズも良くて、まあ、釣り方も、ね、ハイパークランク、ガストネード、シュリンピードみたいな感じで、まあ、普段の自分がやってるような釣りでこういうアウェイのフィールドで釣りを試して僕もすごく楽しかったです。ぜひまた来たいフィールドだと思ってるんで、僕もねちゃんと今回日券じゃなくて年券買ってますんで、まあ、このエリアもこの年券で行けちゃいますし、あとはそのやっていたワンド、インレットのあったワンドなんかはまたね別な、今便利な時代なんでフィッシュパスってアプリなんかでこういう風にね日券が買えちゃったりするんで、まあ、必ず高山ダムで長考する際は別のエリアだとまた他の遊漁券が必要になるみたいではあるんですけど、必ず遊漁券が必要になりますので、皆さん購入の上釣りを楽しんでいただければと思います。いやでもね数もサイズも釣れるフィールドで、今回ね通行止めの関係もあって、まあ、やれないエリアがすごく多かったんですけど、そんな中ではねすごく楽しい長考ができたと思ってますんで、またぜひ遊びに行きたいと思います。というわけで今回のフィッシングジャーニーはですね、2日目は別なフィールドということで室尾ダムに来ています。で僕自身室尾ダムはですね、去年の7月ぐらいかな、確かルアーニュースさんの撮影で一度訪れたことがあるんですけど、まあ、その時と比べても水も少ないですし、まあ、元々ね室尾ダム自体その夏前になると水位を落とすダムっていうのは僕も聞いてるんで、まあ、こんな感じでちょっとねだいぶ前来た時は雨降った後だったので結構濁ってたんですけど、あ普段こんなクリアなんだと思って今ちょっと驚いてます。でまあ昨日高山ダムでもいい釣りができたんですけど、まあ室尾ダムでもいい釣りができるように頑張りたいと思います。ちなみに室尾ダムも遊漁券が必要なフィールドになってますんで、遊漁券は船屋さんでね、空いてない時間は自販機でも買えますし、開いてから多分中でも買えるような感じになってると思いますんで、まあ、自販機で必ず遊漁券を購入してから釣りを楽しんでください。ではやっていきましょう。最初はスティーズペンシルで、おもうそこで釣れてる。ちっちゃい。かわいい。大きくなってね。うわちっちゃいな。はい。さっきより多分ちょっと大きくなりました。出方はいい。いや、あとだ。全然サイズアップしなかった。なんかここはこんな感じなのかな。だいぶ水減ってるんでね、ここまではなかなか刺してこないかも。途中がものすごい浅いんで、はい、というわけで、ね、ちっちゃい方のバックウォーターから下の方に降りてきたんですけど、まあ、水もないんですし、多分今の状況でバックウォーターに魚が入ってくるとしたらもうちょっと後だと思うんで、まあ、こう地形的に考えてバックウォーターからの、まあ、こういう全体的な交流というか考えた時に、まあ、この辺が流れが当たる一帯になるんで、まあ、あそこの岬含めて岬周り多分水深もあると思うんで、この辺りからちょっとやっていきたいと思います。この辺でな連れてくれるとなんか大体自分の思った通りだなっていう感じがするんですよね。最初ガストネード通してあんまりそのレンジで食わないんだって、ガストネードレンジで食わないんだったらハイパークランクでこの岩盤っぽいところを引いていこうと思います。こ
その辺うろうろしててほしいけどな。インサイド。わかった。でかい。でかい。でかいのいた。当たってんじゃん、推理。しびれる。全然チェックしてないから。チェックしてない状態で、こういうとこで食ったりすると、興奮しますよね。し、魚の動きが見えてる感じ。まあ、この一瞬で終わりかもしれませんけど。よし、いさいさ、おしゃい、めっちゃ引く、めちゃんこ引きますね、太い太い、よいしょ、ネットいらないかな、オッケー、ふう、おー、めっちゃエサ食った、やばい40アップこれ、こりゃ引くわな、ね。思った通りでした。最初ガストネードにふわっと出てきて、まあ、それかかなかったんですよ、食ったんですけど、でロングアーム連結ネコスト入れてふわふわさせたらもう出てきてフォールさせてもラインが走る感じ、すっげえ、めっちゃウェイトありますこれ。まあ今初秋ですけど、高山ダムも同様で完全にこう夏じゃないです、ないんで魚の居場所みたいなのは広がってはきてるんですけど、やっぱりちょっとね一段下みたいになってる場所とか、でもその動きは広がってるけどそれでも流れが地形的に当たるような場所っていうのは、昨日高山ダムもそうでしたけど良かったんで、まあ、室ダムもその近い状況かなとは思います。はい、というわけで今回使ってるですねネコスト 5.8 インチの2連結、ね、長いですよね。でこの2連結の作り方についてご紹介させていただきたいと思います。長さ的にはですね、これは 5.8 インチの、まあ、2本用意してそれをカットして作ってるんですけど、長さは9インチぐらいに設定して僕の中では作ってあります。でいろいろね長さも試したんですけど、僕の中ではこの9インチの長さがこのネコスト2連結はベストかなと考えています。スティーズネコストレート 5.8 インチ、まあこれ普通に売ってるものですけど、これを用意していただいて、この中から使うのは2本です。2本を使って1本の、ね、9インチのロングネコスト、ネコスト貝を作るようなイメージです。でカットする位置がすごく大事になってますんで、ね、これ細かく見ていきたいと思います。でまずはネコスト、ね、1本用意していただいて、カットする位置としてはですね、このお尻の方の、ね、太くなってる箇所あると思うんですけど、この一番太くなってる場所をカットします。はい、カットします。ね、これね、ワームの切れっぱしも絶対捨てないように持ち帰りです。で、まあこの状態になってます。で、もう一本はですね、どこをカットするかっていうと、ここにね、ハチマキついてると思うんですよ。この部分、ね、リブがあって、つるっとした場所があって、またリブが始まると思うんですけど、このつるっとした場所、ね、ハチマキのこの後ろ側、ね、このリブに変わる部分をカットします。ここですね、はい、でくっつけるのはこのカラーの場合はツートンカラーなので、ツートンカラー使うときは僕こう色合わせてます。これグリパンの部分とミミズの部分合わせてこの部分でくっつけるんですけど、何でくっつけるかというと、まず一つの方法がライターで炙る、もしくはハンダゴテでくっつけるっていう方法があります。で僕の場合はハンダゴテを使ってくっつけてます。でホームセンターなんかで1000円しないぐらいで買えるアイテムなんですけど、ハンダゴテでこの断面を焼いてその熱でくっつけるイメージです。まあライターも理屈としては一緒なんですけど、ハンダゴテの方が綺麗に製作できるようになってますんで、まあぜひね釣り場でやるというよりは自宅でやっていただいた方が綺麗に作れますんで、あのホームセンターかなんかで安いハンダゴテを買っていただいて、やけどだけ注意して作っていただければと思います。こんな感じで綺麗に作れますんで。それでネコストの場合は 8.5 インチのラインナップがあるのに、なんでわざわざ 5.8 インチ連結して9インチを作るのって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、これ 8.5 インチだともっともっと太いんですよ。なんで、まあ、太いのがプラスに働く部分もあります。例えばすごく濁りが入っている時なんかは、まあ、この細さだったりもっとね細かったりするとやっぱりバスから発見しにくい面もあるんで、その場合は
8.5 インチの太さが生きる場合もあるんですけど、まあ、最近はねロングワームの釣りもどっちかというと細身の方がバスに対して威力がある場合もすごく多いので、まあ、そういう意味では、ね、この 5.8 インチの細さを保ちながら連結することによって9インチにするっていうのがやっぱり僕的にはメリットかなと思っています。実際ね世の中にはもっと細身の9インチクラスのロングワームってあると思うんですけど、このネコスト 5.8 インチの、まあ、細身の9インチのロングワームよりは太くて何がいいかというと、まずロングキャストできるんですよ。遠くに飛ばす能力がやっぱりもっともっと細いロングワームであるんで、例えば、ね、リザーバーなんかで対岸にバスが見えたなんていう時に遠投が効くっていうのはすごく僕の中では大きなメリットになってるかなと思います。ないものを自分でこう改造して作ると、他の人が釣り具屋さんで買ってそのまま使うワームよりはバスが現場で見る確率って低いと思うんですよ。なぜなら自分でカスタムしないと作れないん でこういうふうにねルアーを自由自在にカスタムしてバスを狙いに行くのもバス釣りの楽しみの一つになってますんで、ぜひ皆さんもねこのネコスト 5.8 インチの2連結ね9インチバージョンやってみていただければと思います。ショアに刺してたのは1匹ぐらいしかいなかったのかな、この感じだと。ちょっとハイパークランクでレンジ入れてみましょうか。ちょっと大きめにしてみたんだけどどうだろうな。さっきの魚は岸で出ましたけど、たまたまねあの1匹はフィーディングで上がっただけで、そんなにいっぱいのバスが岸にガンガン向いてるとも思えないんだよ。ハイパよっしゃよっしゃ、切ってる。ちょっと大きめになったら出ましたね。よいしょ、 OK。 いや釣れる、ね、結構岸から離したらやっぱそっちの方にいましたね。今もゆっくり巻いてるだけです。中層トロ引きの方ですね。で今割とね、まああれちょっとしたインネットみたいにはなってるんですけど、まあ、こっからこう来て、ちょっとここは深みかなっていうところで、まあしかもちょうどね、この辺はアウトサイドになってて多分水深もありますし、結構今いるとしたら、浅いところで今いるとしたら、この辺かなと思うんで、やっていきたいと思います。ハイパーで食わないかな。ちょっとここはで、ちょんちょん引きで。なんだろう、シュリンピードとか好きなタイプかな、あのバス。どこまで浅いところ入るんだろうな。結構上まで行くんかな。全然壁じゃねえな、これ。超微妙なポジション。見てはいる。でかいでかいでかい。足元気をつけないといけないです。よいしょ。おー、でっけ。めっちゃでか。近づくと危ないんで、ランディングで飛び込む。よいしょ、はい。でかい。おー、でっかい。きたー。半端ね。でかいな、これ。半端じゃねえ。素晴らしいムローバス。でかいわ、ムローバス。ねえ。ちょっと、ずっこちファイトになりそうでしたけどね。危なかった。あんまりね、シュリンピード動かすと反応しないなっていう感じだったんで、もう本当にこう、ラインのスラックでふわって、多分映像で見てたじゃわかるかもしれない、わかるかもしれないんですけど、ほとんど動かさないぐらいで、わずかに動かしたら、徐々に反応してって、それを続けたらパクみたいな感じで、結構ね、バスの反応見ながら、最初強めにトゥイッチしてたりしてたんですけど、反応悪かったんで、ちょっとアプローチ変えたら、
食ってくれたんで、やっぱフィールドによってね、好きなアクションとかそのバスの状態によって違うと思うんで、ぜひ使い分けてシュリンピーでも使っていただけると、今みたいなね魚釣れて、いや超しびれました。はい、バッキーエリアに移動してきましたね。有名エリアですね。ここはですね、シュリンピードジュニアのね、かなりリーダー短めの 3.5g のダウンショット、これいきます。ちょっとね、他の広い足場の方は他のアングラさんも入ってて、なかなか釣りできないんで、空いてるとこ作戦です。惜しかった。よし、やっぱりウッドチップ反転目がでかいでかい。いいサイズだ。入ってすぐですよ。はい、でオッケー、やったぜ。1投目で来ちゃいました。ふえ、ナイスヨンジアップね。もう落としてワントゥイッチでフォールでもライン走ってました。ドハマり。このシュリンピードジュニアのね、この 3.5 のダウンショット、このリーダー意図的に短いですね。相当短いですよ、見ていただいて。もう15センチないぐらいで、これトゥイッチした時にこう高速、あの普段のノーシンカーとかネイルリグの高速トゥイッチみたいにピリッて動くんですけど、その後シンカーに通じてストンって落ちて、ピタッて止まって、そこからゆっくり落ちるんですよ。それがやっぱりこういうね、場所でも効いちゃう。で、内骨流れが強いんで、あんまりこうダウンショットのリーダー長くしすぎると、シュリンピードがそのまま流されちゃって、あんまりいい落ちないんで、ショートリーダー仕様です。俺だけで来る。うわ、木が荒れてない。最悪。この木だけは耐える。気に入った。オッケー、オッケー。ほい、もうフォールで食ってましたね。フリーリグ感覚で食う感じ。丸飲みです。面白、シュリンピードジュニアの 3.5g 楽しかった。いい感じです。はい、というわけでムローダムね、1日終わりました。数としてはもう何本釣ったかわからなくなるぐらい、まあちっちゃいのも多かったですよね。大小様々で多分20本ぐらいとか釣れて、まあ久々にね、こんなにたくさんバスが釣れるなと思いつつ、僕も楽しませていただきました。サイズの方もね、あのシュリンピードの、まあ、0.3g のネイルシンカー入れたもので、サイトで、まあ、49センチはね、クオリティも良くて、僕もすごく、ね、釣れて嬉しい魚でした。で、室田もやっぱりこういう風に今数も出てサイズも狙えて、まあその釣り場の環境もすごい整ったフィールドですんで、ぜひね、皆さんもあの遊漁券と買い忘れることのないように、あとここはね、やっぱりこういう足場なんで必ずライフジャケットはつけてください。あの船屋さんの方でもね、ライフジャケットお願いっていう風に書いてありましたけど、ぜひ僕からもお願いしたいなと思います。で、昨日高山ダム、そして室尾ダムっていうね、2つのフィールドを回らせていただいたんですけど、まあ、どちらのフィールドもやっぱりすごくバスの数も多くて、まあ、釣れるサイズもでかくて本当にね、楽しい、まあ、この初週の釣り僕もやらせていただきました。で、皆さんぜひあの動画見ていただいた方で、うわ、この釣りやってみたいなっていう釣りありましたら、ぜひ皆さんもね、トライしていただいて楽しんでいただければと思います。ではまた。